周年の大改革、福島ファイヤーボンズ2連勝か。まもなくティップオフです。そして今ティップオフ、ジャンプボールはテレンス・キングが勝ちました。で加藤が激しくついています。ホルモネ・アレックス、林がついていますが右手一本で決めていきました。ホルモネ・アレックス、アレックスを呼んだ。ハミルトン、笛はなし、切り込んでいく、決めています。内田昭人、内田外に出します。福田真央、池田からジョーダン・ハミルトンが行く、決め切りました。ハミルトン、アイバナーカス、アイバナーカス、時間をかけずに打っていった。リング下へチェンキ、オフェンスリバウンドからファールありました。エンドワンです。ただたけし、このクイックリリースが持ち味です。このショットは落ちました。池田から走っていました。パトリック・アウダ、左手でダンク。他の選手は全サイズ残っているんですが、加藤は全サイズ売り切れ、まあ、その人気です。その加藤がついていますが、空いた、空いたのショットはエンドワンです。日曜日は得点がありませんでした。ダブルチーム行かれてもその上を越えていきました。アイバナーカス、2人がかりで行く。アイバナーカス決め切りました。カンノショータ、左のコーナーからのスリーが来た。3本目です。カンノが出てきました。カンノショータ、左のウィングからのスリーが来た。4本目です。この深川で躍動、カンノショータ逆転しました。そしてハミルトン逆転です。3本目、そしてハミルトン4本目です。タイムアウト。そして2メートルぐらいこのラインからはあるでしょうか。なんとかつながった。ショットクロック10秒切った。テレンスキングのショットが落ちました。そして池田雄一13得点です。タイムアウト。エンリケスニがスーパーバイチングヘッドコーチです。川谷亮スリー打てない。菅野翔太が出てきた。バウンスパスでテレンスキング、ここは2ポイントを狙う。このショットが入ります。さあ動き出した。スリーポイント、これが落ちました。青森ワッツ、始まった11年目の快進撃。